はい、こんにちは。パーカッションの高見です。0から始めるパーカッションフットクラーベ編。このガシリーズでは、フットクラーベ、いわゆる足くらについて、1からや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で足比べの基礎知識と超基本となる足と手の分離のトレーニング方法について解説しています。で、今回の内容はですね、前回の内容を発展させる もののののにににななっっててておりりますのででで前回回内内容容必ずできるようになってから今回の内容に取り組んでみてください予想通りですねやっぱドラマーの方とかドラムの経験がある方にとっては前回の内容ね結構簡単にできたよって感じだったと思うんですけれども、えー、今までこういうね足系足を使ったプレイをしてこなかったパーカッショニストの皆様においてはねわちょっと難しいなっていうね、えー、ギリギリできるかなんとかできるかっていうレベルだったと思いますはいので、えー、ドラムをやっている方 アドバンテージがありますので大体僕ねこの手で説明しますけれどもドラマーの方は足でも例えば前回の内容だったらまず足をキープして手を動かすという話でしたでドラマーの方はですねこれを足でもやってほしいんですね つまり、ねえー、多くの方がね、左側に足くらが来ると思います。まあ、ハイハットで踏んでもいいんですけども、one two three four one two three four。こっちをキープした状態でもう片方を移動させる。つまり、バスドラに当たると思うんだけども、three four one two 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 three four。という感じでですね、手だけではなく、足でも同じことができれば、それはもう一生使える技術。 実力になりますのののででドドラマの方方方よびまあハンーーカーショーーの方でも余裕があるよという方はぜひチャレンジしてみてみください。はいでは、今回の内容をやっていきましょう。で、まだすいません。比べは踏みません。はい、えー。もうちょっとお預けという感じで、前回の内容がレベル1だとすると、今回の内容レベル2っていう感じで、ね、徐々に徐々にレベルアップをしていきますので、あ、これができるようになった。これができるようになったってね。 段階的に成長している過程を楽しんでいただければと思います。はい。で、今回の内容、どんな感じかというと、前回やりましたですね。ワン、ツー、スリー、フいわゆる、表に踏むパターンと、ワン、ツー、スリー、フ裏に踏むパターンを交互に繰り返します。つまり、足蔵で踏むパターンは、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4になります、はい、要は表と裏のアクセントがフォーカウントごとに交互に来るという内容ですね、まあ、前回の内容にちょっと味付けしたような程度なんですけれども,もうこれだけで、ね、結構難しく感じると思いますぜひチャレンジしてみてくださいちょっとボサノバとかサンバのパターンカツカツツカ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 こういうのに、ねえー、似ております 将来的にンバとかボサノバのアクセントパターンを足でやりたいという場合にも有効な練習メニューになりますのでぜひ取り組んでみてくださいこの足の技術的に123412341234ってね41ってダブルになる2打連続で踏むところがありますので技術的に難しい方はなるべくテンポを下げて確実に踏めるように4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 はい。まずはこの足だけをしばらく練習してみましょう。ゆっくりやりますので、一緒に踏んでみてください。今、ペダルがない人はね、その場で足踏みしてみてください。いきますよ。せーの。1、2、3、4、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 1、2、3、4 はい、まずはこれをキープ、これだけでキープができるように練習してみてください。はい、では足がキープできましたら、今度は手を加えていきます。ハンドクラップ、手拍子でやってみてください。で、お察しの通りね、1、2、3、4のこのアクセントの位置をだんだんずらしていくっていうのをやっていきます。で、口でカウントしながらやってみてください。つまり口と手と足を。

という感じですで最初のうちはできるだけ口でカウントしてこの手のアクセントと足のアクセントどこが合うのかあるいは合わないのかっていうのを一個一個確認しながらやっていただきたいんですねでこの合う合わないっていうのをちゃんと分かってるちゃんと把握できてるっていうことがこういう足くらとか四肢分離 3-way フォーェイイのンンンデディペスにおいてですね何よりも重要なことでございますので、これをね、怠ると後々絶対に突っかかってきますから、まあ地味なんですけども、これ一個一個ね、確認しながらやることをお勧めします。はい、ではハンドクラップのアクセント1でできた方、今度は2でやってみましょう。1、2ということですね。いきますよ。せーの。1、2、C、4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 。1、2、ー、4。1、2、C、4。 はい。できましたでしょうか。え、この2個目のね、2と重なると。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。はい。はい、2ができた方は、今度は3いきます。せーの。 はい。まあこれはうん。うんっていわゆるこのハンドクラップのッチなので比較的やりやすいのではないかと思います。 はいでは最後ごフォーいってみましょうせのーのはいできましたでしょうか はい。では、まずここまでで、1,2,3,4、それぞれの位置にハンドクラップが間違えずに叩けるかどうかっていうのを確認してみてください。はい。で、おそらくなんですけども、2と4がね、苦手っていうか難しいと感じる方が多いんじゃないかと思います。はい。まあ、多分ね、ほとんどの方そうだと思います。で、仮に2が苦手、えー、よく手と足がね、こんがらがっちゃう、つられちゃうっていう状態だったとしますね。1,2, あれ間違えちゃったみたいな。1,2, あ、あれみたいな。 こうよく突っかかっちゃう方。で、この突っかかってる感覚を繰り返してると、それが体に染み付いてきちゃうっていうか、脳が覚えちゃいますから、もうそういう場合はね、極端に落とす。テンポを落とす。ワン、ツー、スリこれぐらいゆっくり。スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フ もうこれぐらいね本当とに極端にゆっくりにしてちゃんとあ今手と足があったな手と足がずれたなっていうのを確認してやってみてくださいはいではこのー、フォーがそれぞれできるようになりましたら今度はこれをつなげてみましょう流れを止めずにねこのアクセントの位置を順番に切り替えていくっていうのをやってみたいと思いますはい で、長さと回数なんですけれども1、2、3、4、1、2、3、4はいこれを1ターンにしますはいで4ターンずつ叩いていきます1を4ターン叩いたらそのあと2を4ターン叩いて3を4ターン4を4ターンで叩いたらまた1に戻るっていう感じですねはいゆっくりやってみますので合わせて確認してみてくださいせーの 2> 1、2、3、41、2、3、41、2

はいこの手を使ってアクセント移動に慣れて今度は楽器が叩ける環境に行った時に楽器でも練習してみましょう同じ内容4ターンずつですねワンツースリーフォーのアクセントを移動していくっていうのをやってみますいきますせーの

1> 4, 1はい。という感じで、まあ、各々ね、まあ、ンやってる方は方、ホ本、コンガやってる方、コンがスティックやってる方は、えー、スティックで練習してみてください。冒頭にも言いました通り、ドラムをやってる方は、これに加えて、足、キックも練習してみてください。えー、つまり、ワン、ツー、フリー、フォー、ワン、ツー、ティー、フォー、ワン、ツー、みたいな感じですね。まあ、こっちが比べで。 足も 1, 2, 3, のアクセントを移動しててていくといい。くくう感じでやってみてくださいはいというわけで今回の内容は一旦ここまでにしたいと思いますお疲れ様でしたで是非やってみていただいて、えー、この難易度難しさがですね、まあ、難しいちょうどいいあるいは簡単っていうのをぜひコメントに書いて教えていただけると助かりますえー、次回はねいよいよ比べパターン、えー、3連形8六形の比べを やっっててみようかかなととと思いいいまますすすけけれどもちょっとコメントをを見てね判断ししのでで感想をお聞かせいただけると嬉しいですはい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しております。他にも動画たくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。またメンバーシップの制度を使いましてこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。パーカッションの情報を広めていくぞ、残していくぞというこのチャンネルの趣旨にご賛同いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄、 見ていただいてメンバーシップ入っていただけると大変嬉しいのでよろしくお願いします。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますのでチャンネル登録してぜひ参加していただければと思いますということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。